こんにちは、塾の保ですあの仮想通貨暗号通貨暗号資産といろいろ呼び方があるわけですけども私はねビジネスに限らずお金が増えれば何でもよかったわけなんですよですんでいろんなものにベッドしてましたねその中で暗号通貨が私にとって最適だなと思ったのはあの確かにリスクはあるんですけどもあの例えばですよビットコインを10万円数年前に買っといてパーだったらゼロになるだけ10万円がなくなるだけなんですよ ででも儲儲かかるるるとなるとな数百万儲かるわけですよねこのリスクリワードっていう考え方があるからなんですよ。でビジネスっていうのはコンテンツビジネスっていうのはマイナスになってもゼロがゼロになるだけプラスになったら上はいっぱいあるっていう意味で言うとあの、まあ、あ仮想通貨みたいなね降って湧いたような投資話とすごく似てるところがあってえ確かにマイナスになった時にはちょっと痛いけどもでも知名度でも何でもないんですよ10万円ですから。 もっと言ったらね、1万円でも暗号通貨買えたわけなんですよ。でもそれが今、例えばビットコインだったら700万になってたりとかね、数十倍から数百倍になってるわけなんですよ。全部じゃないですよ。ですんで、ちゃんと情報を精査して、深追いせずに、2、3個ポンポンって買っておく程度でしたら、あの、リサーチする時間的負担もないですしね。それでいて、リターンはむちゃくちゃあるわけなんですよ。で、そう考えていくと、やっぱりずっと仮想通貨が関わっててよかったなと思いますし、 うん、私が2015年ぐらいに仮想通貨をちょっと興味を持ってね、その時に何件かエントリーした時に、まあ、ビジネスで生まれた余送試験をぶち込んだわけなんですよ。しかもそんなに大きな金額じゃないですからね。で、それが今は人財産になってることを考えたら、結局はビジネスと同じようにリスクリワードをとっても良かったと思います。これは私の考え方なんですよ。なくなっても知れてる。本当あの、2、3回食事したらなくなる金額と同じだよ、みたいな。少なくとも家賃ぐらいは使わないわけですよ。 そういうものがなくなるか爆撃を向かっていうところに飛び込まないではないかなというふうに思いましたしあと一つは YouTube をやってるってことですよねこの暗号通貨を関連とする今ブームの情報を積極的に扱うことによってアクセスはむちゃくちゃ取れたと思ってたんですよで実際取れましたしねで、えー、と私のチャンネル登録者数も今ね1万4000人5000人ぐらいですけども1万人は仮想通貨で休めてますからねだから 仮想通貨ってものが存在しなかったら、私のチャンネル登録は、まあ、吉谷さんとどっこい,いぐらいなんですよ。4000人ぐらいだと思います。で、現在も実質的には4000人か5000人ぐらいだと思います。チャンネル登録、アクティブで見てくださってるのが。だから再生数は吉谷さんと似たり寄ったりなところもあると思うんですよね。でも、暗号通貨、仮想通貨がまさにブームの時から2017、1 8みたいに最も暑かった時ね、ICO ブームも来たりとか、それこそ、プロダクトローンチみたいなのが、もう最終的な前世紀だった頃ね、あれが末期だと思いますけども、 一件の報酬が4000円とかね。私のところには一件のメールアドレスに対して2万円みたいなの来ましたからね。で、そういうふうに最終的にはバ,ルバブル直前ですよ。バブル崩壊直前の、何ですかね。あの、オプトインアフィリーイトブームの最後の時。ね。あの時に私は最もアクセスを取って、最も利益をね。 楽して取ったかなと暗号通貨っていうテーマを扱ってることだけでしかも自分が購入してきて自分のわかる情報を流していただけで多くのアクセスがたまってそこに別のネットワークビジネスみたいな案件もたくさん売れたということもありますしうんだからね何の情報を扱うかってことはすごく大事なんですけども暗号通貨買わないまでもその情報を扱っておくべきだったのかなと。 それはなんかラッキーだったなと思いますし、未だに私 FX の放送をね、やってますけども、あれは FX の放送することによって、広告単価がね、やっぱ全然違うんですよ。普通の動画を撮っていくよりも、FX の動画を積極的に出すことによって、広告単価がもう本当にね、5倍から10倍ぐらい違うんで、これからもそれは手放せないなと思いますね。まあ、いろいろと話しましたけども、私が暗号通貨をやる理由っていうのは、暗号通貨で当てることももちろんだったんですけども、 あの負けてもリスクが非常に少ないってところなんですよほとんどゼロと言ってもいいぐらいのもんですそれでいてメリットはあらゆる方向に伸びてるんですよね、まあ、その一つが実際的な利益だと思いますけどももう一つは YouTube のの広告単価の違いってやつですよねだからこれからも暗号通貨の情報はそんなに積極的には出していかないんですけどもでも投資系の動画っていうのはこれからも、ね、しっかりと出していこうかと思ってますねじゃあ失礼します